船団加工。曲げ加工。絞り加工。この他にも圧縮加工などいろいろな加工がプレス作業によって行われています。プレス加工によって作られた製品は社会のあらゆるところで活躍し、私たちの生活や産業経済の発展に大きな役割を果たしています。プレス機械の使用台数は年とともに著しく増加しています。材料の送りや加工品の取り出しには自動化が進められるとともに、プレス機械そのものについても改善が図られています。だが材料の送り込みや加工品の取り出しを手作業で行っているプレス作業も依然として多く、また型の取り付け調整などは人手によって行わなければならないので、これらに伴うプレス災害は毎年おびただしい数に上っています。プレス災害のほとんどはスライドが加工したときに型に手や指を挟まれて潰したり切断したりしたものです。ではこのような事故はどんなときに起きるのだろうか。ある統計でプレス災害の傾向を調べてみると、作業中の災害が約 77%、 型の取り付け調整中の災害が約 7%、 機械の故障によるものが約 8%、その他が 7.6% となっています。また、作業中の災害 77.2% について、さらに詳しく調べてみると、材料の送り込みや取り出し中に手足のバランスが崩れたためのものが約 30%、 材料を持っていたためのものが 10%、 材料を直そうとしたためのものが約 19%、型についた材料を取ろうとしたためのものが約 11%、 その他の原因によるものが約 7% となっています。皆さんはプレス機械の取り扱いについては十分な知識をお持ちのことと思いますが、ここでもう一度正しいプレス作業について復習してみましょう。ではまず金型の取り付け作業からお話ししましょう。一人で持てる小さな型は必ず下型ごと持つようにします。上型だけを持つと下型が抜けて落ち、足に怪我したり型を破損したりします。一人では持てない型はリフトやクレーンを使って静かに運びます。型の取り付けを行うときには機械の電源を切り、必ず手で操作します。取り付けが終わるまでは動力を使用してはなりません。このようにして機械の可視点を確かめます。
型の締め付けは正しい時効具で均等に確実に締め付けます。型の取り付けが終わったら調整を行います。次に試し押しを行いますが、この時に型を破損したり怪我をすることが比較的多いのです。これは型の取り付けが不完全であったためか、あるいは試し押しだからという安易な考えから安全装置や手工具を使わなかったために起こっています。また型の取り付けや調整が十分でないと製品の寸法に狂いが生じるだけでなく、一歩誤れば機械の破損や重大な災害にもつながります。もし異常のある時には作業主任者に報告し、その指示に従ってください。すべての準備が整い作業を始める前には、機械のペダル、クラッチ、ブレーキなどに異常がないかを確かめます。そして10回以上の空打ちをしてみます。点検事項はチェックリストに記録しておきます。安全装置の取り付け状況や作動、その他の安全対策についても忘れずに確認します。プレス機械の安全装置には次のようなものがあります。これはゲートガードと呼ばれる安全装置で、手が危険な場所にあるとプレスは動かない仕組みになっています。これはスイープガードと呼ばれている安全装置です。手が危険な場所にあると、そこから手を強制的に払いのけます。引き戻し装置、これは危険な場所から手を引き戻す装置で、両手に結ばれている紐がスライドの降りるたびに引かれるようになっています。しかし両手に紐が結ばれているので、どうしても作業の行動範囲が狭くなります。このためよく紐を伸ばして使っているのを見かけます。これではせっかくの安全装置も役に立ちません。これは光電管などを利用した光線式安全装置です。手や指が光を遮っている間はスライドは降りてきません。しかし機械によってはスライドの加工中に突然手が入った時、スライドを急停止させることのできないものもあります。これは両手操作装置付きのプレスです。今までの安全装置はいずれも危険な場所に手や指が入らないようにする方法でしたが、この装置は操作の際には必ず両手を使ってスイッチあるいはレバーを操作しなければならないようになっています。だがせっかくの両手操作装置も、このように2つをくっつけたり片方を殺して片手で操作したのでは安全の役に立ちません。この他にもノンリピートと呼ばれている二度落ち防止装置、
ペダルカバー、警報装置などいろいろな安全対策が施されています。しかしこれらの安全装置や安全対策は万能ではありません。その機能をよく理解し正しい使い方をしなければなりません。安全装置があるからといって型の間に手を入れ思いがけない災害を起こし、機械や安全装置が故障していましたと言い訳をしてもすでに失った手や指はもう戻ってはきません。さあ、いよいよ作業開始です。作業は必ず決められた作業標準に従って行います。どんな時にもこの決められた以外の勝手な作業をしてはなりません。ペダルは連続抜き作業以外は必ず1回ごとに足を外します。もし作業標準では作業がしにくく別の方法によらなければならない時には必ず作業主任者に報告しその指示に従います。プレス災害の多くは材料の送り込みあるいは加工品の取り出しの際に起こっています。これはこのように型の間に手を直接入れて作業をするためです。型の中に手を入れないためにはそれらの作業を人間に代わって機械にやらせることが理想的です。その方法としてはロールフィード、あるいはプッシャーフィード、グリッパーフィード、アイアンハンド、シュート、エアー、ロボットなどが利用されています。プレス加工はこのような自動化が望ましいのですが、このような方法は専用機による大量生産には適していますが、多種少量生産の場合には自動化が難しく、どうしても手作業に頼らざるを得ません。そこで危険な範囲を金網やパネルで囲む安全囲いが利用されています。このように危険な部分を囲めば手や指は入りません。だが材料の送球や取り出し口が大きすぎるとそこから手や指が入り込むので、このように作業内容に合った囲いを取り付けることが大切です。また自動プレスにもこのような安全囲いが必要です。材料を手で持って型に入れる代わりに手工具を併用するように改めてみましょう。これはすぐに実行できる安全対策の一つです。プレス用手工具といっても材料や加工品の種類形状によって考えなければなりませんが、次のようなものが利用できます。押し棒や鍵棒、材料を押したり支えたり引っ掛けたり位置を直したりするのに用います。材質も金属、木、竹など用途に応じて使い分けてみましょう。ピンセット、
これは小さな材料や加工品を取り扱うときに便利です。医療用などのものに少し手を加えるといろいろなものに利用できますが、長めのものを使うようにしましょう。フライヤー、大きさや形は様々ですが、材料や加工品を挟んで持つには利用範囲が広いので、作業に合わせて先端を工夫してみましょう。扱う材料が鉄板の場合には、このようなマグネット工具が利用できます。これはゴム製の吸着板を利用したものです。材料の表面が滑らかな場合に便利です。吸着したものを外しにくい場合には、吸着板に弁のあるものを利用すると使いよくなります。このような手工具の中には市販されているものもありますが、なるべく作業に合ったものを工夫して作るようにします。今まで直に手で扱っていたものを手工具で扱うようにすると、最初のうちは使いにくいように思えますが、慣れれば安心して作業が行えるので、作業にリズムが生まれます。したがって能率も向上します。手工具は安全装置と併用して二重の安全を図るようにします。次に一つの作業を二人以上で行う共同作業についてお話ししましょう。共同作業の時には必ず責任者を決め、責任者の合図によって危険のないことを確かめながら作業を行います。また機械には両手操作装置を作業者の数だけ取り付け、全員が両手で操作するようにします。作業中に機械の給油、型の掃除、その他の理由のために作業を中断するときには、必ず機械を停止させてから行います。この時フライホイールの回転を手で止めるような無謀なことをしてはなりません。また停止中の機械のペダルを踏むことも危険なので、絶対に踏んではなりません。作業中に停電した場合には、直ちに機械のスイッチを切って停電の治るのを待ち、通電を確かめてからスイッチを入れます。プレス作業の安全についていろいろとお話してきましたが、プレス災害を防ぐ第一は、決められた作業標準を守ることです。送り込みや取り出しの自動化も、安全装置も、また手工具の利用も、すべて型の間に手を入れないで作業をするためと、万一の場合の対策です。作業標準を守らないと、この二重三重の安全対策も何の役にも立たないことになります。作業標準を守れ、金型の間に手を入れるな、これはプレス災害を防ぐための合言葉です。ほとんどのプレス災害はこの基本を守らなかったために起きているのです。
失った手や指はもう二度と戻ってはきません。